Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, video number 314, May the 27th, 2013. The world is only one, with only one religion. This is what I want to tell you. Minasan konnichiwa. Kyō wa sekai wa wa to shūkyō まあ三大宗教と言われているのはキリスト教、イスラム教、それに仏教であります。しかし仏教もキリスト教もまたイスラム教もありません。私たちは全て一つの宗教に属していると。分かりやすく言えばそういうことなんですね。真実が分か,れている分かれている方がおかしいのです。真実は一つだということなんですね。で、今日の物語は まあ便宜上、このエルサレムから始まります。まあ、便宜上というのはですね、まああの、特にキリスト教にこだわっているわけではありません。まあ、起点としてエルサレムを選んでみました。ここがエルサレムです。エルサレム,エルサレムと言いましてもですね、あの旧市街とそれ、まあ、新しい市街と分かれているわけですね。今、えー、ここであの米印で示しているところが旧市街です。 全体にこう形が一つの形小さい形になってますねもう少し拡大してみます見えてきましたねこれが旧市街ですやや右の方に金色のドームが見えますこの今星があるあたりが嘆きの壁のあるあたりですねでこれが旧市街ですで、まあ、旧市街の地図が見つかりましたのでそれと重ねてみますこれが エルサレムの旧市街ですこの紺色のドームがですねドーム・オブ・ザ・ロックと言いますねあの岩のドームという意味でしょうかドーム・オブ・ザ・ロックですまあこれがエルサレムの旧市街です で、ここを中心に、えー、世界を、と言いますか、宗教を考えてみたいと思います。まず、これが、まあまあ、あの地球ですね、ギザです。ここにギザがあります。これ、北極気流線。ジャスト60.00で線引いたのがこの線ですね、基準線です。ここ途中にドンフトンコがあり、ドゥファンがあり、そして隠境が,がありますね。 そしてその,あのその向こうにクロスポインドチャーナがあります。このトンコーからバーミアン、やや、バーミアンもやや広いですから、それがフィルザバードを通りまして、まっすぐ線行きますとカーバーやっていきます。イスラム教のメッカです。カーバー神殿ですね。このカーバー神殿で不思議なことはですねあの、ルンビニとイースター島を線でつないでみてください。この白い線がそうです。ルンビニもイースター島も点で取れますから、とってみてください。 その真直線上に一部のクレもなくですよ。本当ですよ。あの5メートルとか10メートルのクレもなく、カーバ神殿の真上を通ります。すなわち、仏教もイスラム教もありません。それは前後213号で証明いたしました。ここにも返上だろうがあります。この線、真っ先に行きますと、プレハビア行くわけですね。そしてその真ん中あたりにメソポタミア文明があり、ギザ、もちろんエジプト文明があるわけです。 そしてあの、この旧エルサレル市街から90度のところにモヘンジョダローが位置するということですね。あのモヘンジョダローはですね、エルサレムの旧市街の90度、真東にあるということですね。ギザです、ノースポールです。これあのですから、この線と今言いました、旧市街とそれからモヘンジョダローをつないだ線は90度で交わるということになります。赤い線は北極、あのカーバから北極に引いた線です。 そしてその間の角度を測っています。ギザ、それから北極の角度を測っていますね。そうしますと、まあ、こういう数字が出てくるわけです。すなわち白い線はですね、ギザとそれから北極の向かう線のちょうど真ん中にあるということですね。中心にあるということです。20、20ですね。先ほどちょっと言いましたように、あのエルサレムの,あの位置をちょっとどこに取るかによっていい、 多少誤差が出ます。20、20、ちょうど中間だということです。すなわち真実は一つしかないということです。同時に宗教も一つしかないということです。そのことはこの地球を見れば皆さんに分かっていただけると思います。仏教もイスラム教もキリスト教もないということなんですね。そういういことを、私たちはもう一度改めて認識する必要があるのではないでしょうか。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!